佐橋湊、19歳。あなたが受け止めてくださったんですね。受け止めたというか、私たちと戦いなさい。待って、ここまで来ればもう大丈夫。申し遅れました。私、結びと申します。お礼を言います。結びちゃん、空腹で倒れるなんて。本当に湊さんは命の恩人です。佐橋さん、大家さん、友達が遊びに来てて。女なんか連れ込んでたらすぐに。湊さん。はい。慎みがなかったですか。むしろ嬉しい。お腹空きました。はい、わかりました。あの生意気なセキュレといた。何が食べたいのか聞き忘れました。昨日の今日で残念だったね。遅いよ。むすびちゃん。きつ。大丈夫ですか、湊さん。お兄ちゃん、今年も受験失敗したんだって。もうすぐご飯ができますから。パンパカパン。君は見事セキレイのパートナーに選ばれ。考えてませんでした。大丈夫、むすびちゃん。はい、すみません。これでよし。お着物貸してもらっちゃいました。夕食の支度をしてたところなんです。むすびちゃん。ここだよね。久しぶり、お兄ちゃん。ゆかり、この荷物はどこへ。この子は。そういうこと。湊さんの妹さんですか。私は湊さんのセキュル。うわ。台所のお掃除終わりました。なんで着替えさせるんだ。絶対なんか誤解してるだろう。じゃあ私、友達の家に泊まりに行く約束してるから。お前。ははん。さてはお兄ちゃん、まだ触ったことないんだ。力持ちだね。いらっしゃい、お待ちしてました。どうぞ。うわぁ、湊さん、挟まってしまって動けません。あの、むすびちゃん、これからもよろしくね。はい。あんた、あの子のマスターでしょ。湊さんから離れなさい。湊さんから離れなさい。ほら、女の子がそんな格好ではしたないですよ。騒ぎの原因はあえて聞きませんが。わかりましたか。はい。すごい。お手合わせお願いします。お手合わせってちょっと。ではやってるやってる。それよりあの体操服、お兄さんの趣味。やばい、今日からバイトだった。一緒にするぞ。お、唐揚げうまそう。よかった。すみません、うちのがもう。いえ、別に。で、電気のお姉さん。大家さんの作ってくれたお弁当ってあるから一緒に食べよ。ただいま。よ、青年。昔から食うに困った時だけここに来上がりますの。ところで、あのちびっこは元気か。お、いたいた。ちょっとこっち来いや。しまいには泣かすぞ、このガキ。こんな小さな子いじめて。はい、すんません。うちのバカ、またお邪魔してませんでしょ。あんたまた、よこさまに。すいません、すいません、いつもすいません。で、その後、泥棒かと思って家の中見回ったんですが。とくーちゃん寝ぼけてたんですよ。この出雲荘に幽霊なんか出るわけないじゃないですか。お墓参りですか。ええ。お昼ご飯どうしよっか。どうって決まったら二人とも私の部屋を。
あ、できたよ。その格好似合いますか、ミナトさん。ご主人様。はい、クーちゃんも可愛いな。もしかしてそれ赤霊、うん、なんでこんな衣装や着ぐるみ持ってるんだろう。ハロー、お待たせしました。ごちそうさま。